このお店ね、1886年創業の寒天製造のお店で、ってことは明治明治の明治製菓うん、老舗って、うん、でね、寒天がね、なんかちょっと普通の寒天よりもね、弾力あるとかちょっと硬いの。だからなんていうの、食べた食感とかもなんかすごくいいのよ。なんていうの、食べ応えがあるっていうのかな。寒天自体も美味しいんだけど、それをね、なんか味わえるっていう。この梅のシロップかなんかつけてあるから、ちょっと酸味があるのね、甘みもあるんだけど、なんか梅酒のアルコールを抜いたような、なんかね、素朴でうまい。これはすごく美味しかった。トッピングなんか赤豆かなんかプラスできんだって。それとトップすればよかった、こっちは。でね、それも偉く美味しかった。あとここあんこすごくうまい。おばちゃん粒あんのが好きなんだけど、ここ腰に腰まくってるサラサラなね、なんかそういうあんこちゃんなんだけどね、めちゃくちゃうまい。で、飛び抜けてたのが白玉。なんかさ、玉っぽい感じ、どうしても有名なお店でお高い白玉でもさ、なんかそういうの感じるじゃん。そういうの一切ない。なんだろう。しかもこの白玉粉ってあ、こんな美味しいんだなっていうのが味わえる。すごく美味しいね、たまたま。ここなんかおばちゃんトッピング100円で2個つけてくれるのね。知ってたら2個つけてたよ。いや、ここはすごく美味しい。でね、なんだろ、やっぱり和菓子って夏強いわ。食べた後、もうなんていうの、甘さがね、いつまでも残らないね。食べた時のもう、ガツンとくるうまさが、まあ、そのまま、あうまかったなっていう感じなんだけど、なんていうの、さっぱりしてるからあまり後に残らないっていう。これね、和菓子強いわね。まあちゃん、洋菓子も好きだけど、まあ、夏は和菓子よ。それはいつも実感する。甘酒もうまかったしね。お団子もね、団子ってた。でもね、ここの、梅寒天、白玉、あんこ。この三つはもうほんとやられちゃう。なんかね、店頭でお店の紹介とか、あといろいろメニューの紹介してくれた年配のね、オールドお姉さんがいたのね。で、厨房の方にはね、若い子たちもいっぱいいたのよ。多分、代が変わったと思うんだけど、それで一生懸命やってると思うのね。で、いろんなことも取り組んでやってると思うのよ。フレッシュさがすごくいい。あと、このまま行った方がいいと思う。すごく美味しい。このまま行った方がいいと思います。世田谷の方でね、仕事してたらね、薬丸の、なんか、写真がね、店頭に貼ってあったの。70日より、そんな番組あるの。そこで紹介したらしいの。ヤックンって言ったら、花丸マーケットじゃないの。おばちゃんそう思ってたよ。で、食べて、あ、これ美味しいって。それしか言わないじゃん。これ、花丸マーケットじゃないの。新しいの始めたってことですよ。おばちゃんはどっちかって言ったらやっぱり、ヤックンって言ったら花丸マーケットかな。それ、よく見てたけど。ちょっとこれ何いらないの。よくわかんないわ。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。